ください。最高気温は金沢や東京で30度以上となるでしょう。お天気は名古屋からです。大阪は昼間に雷雨の広がります。雨の雲が広がりやすいでしょう。最高気温は30度の厳しい暑さとなりそうです。週間天気です。水曜日は日本海側で次第に雨が降って、木曜日は東北から北陸を中心に雨でしょう。土砂災害に警戒してください。続いて名古屋から那覇です。何のか金曜日頃まではおおむね晴れますが、にわか雨や雷雨がありそうです。お前のこの間テレビでやるよ。気象情報でした。うまいのか。美味しいよね。およそ1500人が目指した先にあったものは、大人や子供が競い合って探しているのはサザエです。5000個のサザエが用意されました。持ってくんかね、5000個のサザエを。サザエは早速壺焼きに。海の日に嬉しいごちそうですね。あー、ごちそうさまでした。失礼しました。案内人の山本智光です。ここは瀬戸内海に面した気持ちあります。あるよ。この中に入ってるのは取れたばかりの新鮮な魚たち。見てみましょう。いやー、ピチピチです。見てください。はい、アジ、カマスも入ってますね。瀬戸内海で獲れた海の幸、盛りだくさんです。手押し車の重さは全部で70キロ。これをして毎日15キロも歩くというおばあちゃんがいます。スプーちゃんと呼ばれています。お父さんもいい。今年はなんと85歳。どんなおばあちゃんなんでしょうか。スーちゃんの15キロ、あれ行きましょう。よし。本庄。